国の方に買ったよっていうことで報告いたしました。もう置いてもいいんじゃない。結構まだまだあったあ、国の方に買ったよっていうことで報告いたしました。こんな辛い思いをしてきたんだけれども、裁判を起こすまでそのことはずっと親を恨んで施設を恨んできましたけれども、裁判に訴えているうちに国がやったっていうことを知りました。本人が被害をしっかり認識してないとか、家族だけが知ってるってケースはたくさんあると思うので、これで最高裁がもう国が悪いんだ、本人も家族もみんな悪くないっていうふうにちゃんと宣言してくれたので、もう安心して相談してほしいなというふうに思ってます。私一人なら諦めていたかもしれませんけれども、国がなぜ2万5000人の人たちにそういうことをやったのかなという気持ち、同じ人たちが応援をして くださって、ようやっと赤字の扉を開けてくれました。本当にありがとうございます。